しようかな。アゲンスト吹いてますかね。え、吹いてるとは思うよ。さっきこの時さ、めっちゃこっちに流れたもん。流れたけど、そんなに距離バンと上げてないですか。横風だった、めっちゃ。はい、でも上げてるね、ちょっと。上げてますか。なんか炎な気がする。風なし。消えた。微妙だね。このままで打つべきだったのか。今下げて失敗したよ。私上げて失敗しました。間がいいね。でも奥だったからピンがプラス6だもんね。はい、行っちゃっていいかなと思ったら手前から結構転がっちゃいました。左と奥の OB 注意って書いてあるんですけど大丈夫ですかね。いや、そこまで行ってないんじゃない。タラコ食べたいです。タタラタタラ。あ、でもそんな木関係なくないですか、うん、距離が意外とある。よし、頑張ろう。
え、私何でも得意ですよあ、でも苦手なのは美術とか。美術は多分苦手かもしれない。そういう方が好きです。私体育とかならいいんですよ。教科無理です。美術がダメです、多分私はできないけど英語が好きでした。歌があるんですよどんな歌？なんか英語をする前に、英語の授業の前に歌を歌うんですよ、みんなで。ワンダイレクションとか。あ、いいね。なんか一曲決まってて、ね、月で毎回変わるんですけど、うん、それがめちゃめちゃ面白くて。え、それも楽しそう。いいね。英語の時間だけめっちゃ楽しいんです。え、それ楽しい。先生がいいね。もう数学とか最悪ですもうなんてできないから。え、中学校で授業とか終わってます。あ、そうなんだ。高校授業受けた。すごいね。なんかレポートみたいなのやるんですけど、教科書見て。でも寮でしょ、高校。そうです、そうです。なんか全然なんか授業っていうものはやってないから。朝起きて何してたの？朝起きてもうすぐラウンドです。そうなんだ、はい、ラウンドして練習してご飯食べてハーフして練習して夜ご飯食べて練習してみたいな感じでした。高校だけ。でも部活ゴルフ部だったから、ずっと学校終わったらすぐ練習。屋上が練習場なの。屋上で練習してトレーニングして帰ってご飯食べて練習場行ってみたいな。高校の時ここ楽しいですよね。楽しかった。最初はめっちゃしんどかったです。高校から始めたんですよ。そうなの？めっちゃうまいじゃん。で、なんかもうめっちゃしんどかったです。周りがすごいうまかったから。ねね、高校からなんだ。めっちゃしんどかったです。あんまいなくない？え、いました、一人。そうなんだ。え、その子と一緒に。一緒に頑張ってました。めっちゃレア。けど、あ、でももう高2ぐらいからもう慣れてきて。うん、練習とか楽しくなったけど。え、中学の時とか部活やってたの？中学普通にテニスやってたんで全然フォローしてなかった。で、部活ってその結構なんていう厳しいイメージなんですか。でもなんか中学校の時とかそんな厳しい部活じゃなかったし。で、高校入って鬼と思って。でもずっとゴルフしか逆にやってないからですよ、ね、いいなって思う。なんか試合で始めたのが5歳ぐらいなの。だからもうずっとゴルフって感じだから。めっちゃそれもいいですよね。本当に。え、でもなんかたまに離れたくなったりしないですか？あ、でも一時期大学の時になんかアナウンサー試験とか受けてたの、ちょっと。なんかアナウンサーの事務所にいて、アナウンサースクール、そこスクールも全部やってくれるから、そこで受けて、そこでレッスン受けながらアナウンサー試験受けるみたいな。でも途中で断念した。アナウンサーですか？うん、アナウンサーとか頭良くないと思って。いや、なんか清楚系になりたいから。アナウンサーだってもうダンスとかじゃダメなんですか？いや、なんか人前に出たい。やりたくない？出たくないです。出てるよ出てるよ全然出たくないです。私結構なんて言うんだろう、恥ずかしいんですよね、そういうの。さっきお尻フリフリしてたよなんか説得力なさすぎて。なんか、え、もう恥ずかしいですね。え、でもなんか本当に恥ずかしいです。じゃあここバーディー取らなかったら罰ゲーム。なんのですか？なんのそれこそそれをちゃんと真面目にやるやつ。今日良かった。なんかちゃんとフェードが打てた。大事ですよね、そういうの結構。なんかもう今スコア出す時期じゃないですもんね。うん、でも我慢はしないとってね。はい、なんか試合みたいな真剣な時に回ってみたい。
もまた喋んないですでもジェイも結構喋んないタイプ、試合の時はですよね、うん、喋る暇ないですよね、ないない、なんか考えるので精一杯、確かに、わかります。バーディー取ろう、取ります。もう見たいけどね、罰ゲームも見たいけど見せないです見るよ寒い。でもなんかだいぶなんかショップがなんかあの風があんまり吹いてないから、うん、よくなります。前半と全然違う、はい、前半も本当にわけわかんなかった。全然初めてなのにすごい優しくしてくれて本当に嬉しい、はい、でも話しやすくてテンションもいい感じに合ってて妹って感じ今度、はい、勝負とかしよう、はい、しましょう、うん、したい。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、高評価コメントお待ちしています。バイバーイ。